はいえー、今回はですね iPhone のキーボードですね買った時からほとんどいじってないよーとかもう少し効率的でやりな方法ないかなーって、えー、思ってる方はですねそんな方向けに動画配信してますまあ google のね検索サイトとかね調べ、えー、こちらキーボードになりますね、えー、検索したい時とかね例えば えー、こちらのねキーボードあなたのねキーボードこんな設定になってませんかということでね、えー、これからねちょっとね、えー、効率良い方法とかねキーボードをちょっとね、えー、変えてみたいんですけどもね私はこうやってますよということでねちょっと説明していきたいとおりまずの,あの設定画面からですね一般を選んでいただきますはいえー、してまあゆっくりいきますよしてキーボード で一番上のキーボードっていうとこありますそれ4ってなってますけどもねこちらの方をねあんまり使わないのをね私は削除していますまあ途中でね削除しちゃってもねキーボード追加でできますのでねこちらのあのは使わないんでね、えー、削除します。あと、えー、文字とかもね、えー、使わないんで私はですね使う方は消さなくてもいいですね でこんな感じで日本語かなと英語だけにしています。はい、えー、してですね、下の方へね、まあ、こちらのね、キーボード追加から,からできますしね。あと、順番にいきますけどもね、自動修正、こちらの方はねあ、スペル間違いとかした場合ね、勝手に自動で直してくれる機能なんですけどもね、こちらオフにしてますね。うん。 で、フリックのみっていうのはこちらをオンにしてます。えー、こちらはあの同じ文字「AAA、A、とかですね同じ文字を打ちたい時とかね非常に便利ですよね。フリックをオンにしてますね。えー、あと自動大文字入力こちら先頭のね頭文字が大文字になってしまうんでねまあアップルとか最初小文字ですのでねこういった機能をね最初大文字でなくするということでね。 私はオフにしています。あと予測あの予測もオフにしてますね。えー、予測というのはちょっとマスペル間違いしてしまったんじゃないかなっていうところをねところにね某人に下線部が、えー、表示されたことはないでしょうかね。その下線部がどうもね邪魔だよっていう方はねこちらをオフにすればですね、えー、出ないようになります。はいこんな感じでねあのー、最初買った時のね設定のままっていう方はね。 非常に多いのかなって思ってて思ますけどもね自分の使いやすいようなねキーボード設定とかできますんでね、えー、こんな感じでね、えー、私はね設定しています。はいえーね、一番あ,のあれなのはお同じ文字を打ちたい時とかね、うん、結構あると思うけど矢印でいちいち右に矢印戻ったりね ざっとこういう感じでね設定今ね、えー、見てもらっていますけどもねはい、えー、こんな感じで、えー、一応設定したわけですけどもねはいどうなるのかねグーグルの検索サイトで見てみましょうはいこちらキーボード先ほどの最初に見せたキーボードちょっと異なるかと思いますまずこちらあの数値英字かなっていうのは別々分かれてますねちょっと矢印キーが消えてますね はい、あと同じ文字をちょっと今ね打ってみますけどもねはいあーあーあーああって感じでね、はい、これ連続して打てるようになりましたね今まで矢印で行ったり時間経ってから打ち直ししたりねしてたんではないでしょうかねまあ使い慣れるとね非常に使いやすいですね、はい、こちら絵文字になりますけどもね。 慣れるとやっぱりね、まあ、こちら「ええええ」って A 文字でね入力していますけどもね。はいという感じでちょっと入力していますけどもね、えー、ちょっと長押しするとねこうやって出てきますんでねはいこんな感じでね「ぬね」とかねはいあとは「あうあい,いうえお、おはいちょっと長押しするとねこうやっていっぱい文字が出て 上,下上左右下出てきますのでね、えー、こんな感じでね使い慣れると非常に便利ですのでねどうぞねこんな感じでね設定方法もキーボードのね設定方法もあるんですよってことをねちょっとこの動画でね、えーうん、学ばせていただいたよなんてね言ってくれると嬉しいなって思ってます。はい今回はね iPhone のキーボードをね まあ絵、まあ、文字とかもねこうやってできますしね、まあ、地球儀のマークみたいのを押すとちゃんとも元のね空文字に戻,戻ることもできますのでねはいこんな感じではいえー、ちょっとでもお役に立てれば幸いでございますはいえー、どうしてもねニコ、えー、ちゃんマークもできますんでねはいまあ絵文字とかね、えー、使ってる方はね 特に消す必要はないかと思います。はい、最後までありがとうございます。ちょっとでもお役に立てれば幸いです。ありがとうございます。失礼します。